ございます。今日は新しいゲストに来てもらってます。イエーイ。えりまめちゃんとあずちゃんです。皆さん、えりまめとあずと呼んでください。呼んでください。じゃあ2人のことをね、簡単に紹介したいと思います。はい、ゆいちゃんはゴルフ歴はどれくらいですか？ゴルフ歴は9年くらいです。おで、ベストスコアは？ベストスコアは88です。おすごい、さすがやってますね。やってます。で、あずちゃんはゴルフ歴は？私はちょうど1年ぐらいです。1年ぐらい。お、じゃあまだ始めてそんなになんだね。そうですね、初ラウンドが去年の4月です。おー、で、ベストスコアは？あ、97。お、100切ってる。すごい、すごいじゃん。ちょっとだけ3回ぐらい、行ったことないです。おー、いいですね。今日はそんな2人と仲良くワイワイラウンドしたいと思いますが、YouTube どうですか？緊張します？めっちゃ緊張します。緊張する？する？大丈夫？大丈夫？多分ね、2ホールで慣れるから全然カメラ多分気にならなくなってきて、いつも通りやってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいよ。いいよ、いいよ。お願いします。バンカーです撮りました。もうちょっと声出してこ、左に、はい、ちょっとあの今日は控えめな2人とラウンドしてますがだんだん自分らしさが出てくると思ってます。はい、今のところちょっと緊張も緊張してるあるようですが、ちょっと慣れないことして慣れないことしてでもあずちゃんは本当昨日言ってた通り想像外だった。スイングを持ってた、ヘランって打つかなって思ってたもん。男らしい、うん、
いい感じ。ありがとうございます。ナイソンです。ナイソンです。ありがとうございます。そうね、今の感じぐらい打ってもいいかもね。同じぐらい。いいよ。あー惜しい。 OK。では2人に質問です。はい、まあベタな質問しますが、ゴルフを始めたきっかけは何ですか？譲り合ってる。えりまめさんから。はい、なんか子供の頃から父親がずっとゴルフしてて、すごいやりたくって、なかなかきっかけがなくって、周りやってる人いなくて、でたまたま近くにあのクラブも何もいらないから、体験レッスンできますよっていうところがあって、そこに初めて行って、そこから、じゃあもうそこからめっきりハマってる。もうドハマりして。ドハマり。おお、一回も飽きることなくですか？一回も飽きることなく。おお、それはすごい。大好き。9年間。じゃあ次あずちゃんのやつに聞きますんで、とりあえず打ちますね。はい。はい、打ちましょう。